今日も始まりますよ。未来をつくる子どもクリニック、体を元気にするクイズコーナーに、未来をつくるすごい人、町のすごいお医者さんと、今日も盛りだくさんでみんなの未来を元気にします。視聴者の皆さんが気になる医療についてクイズ形式で分かりやすく、町のすごい先生たちが解説してくれます。もっと医療や健康が身近になるクイズです。今月もクイズの回答を分かりやすく解説いただける町のすごいお医者さんたちに来ていただきました。千葉県松戸市久保田クリニック松戸五校院長、筋トレドクターこと久保田哲也先生。私の好きな言葉はハッピーです。私は筋トレをすることでだんだん男性ホルモンが上がってきて、やる気がみなぎって筋肉もりもりでハッピーになります。温泉ソムリエの顔も持つ埼玉県戸田市佐藤埼玉リウマチクリニック院長、佐藤道人先生。僕の好きな言葉はありがとうです。友達やお母さんお父さんにありがとうと言うと、あったかい気持ちになります。あと、何か失敗したり困ったりしたことがあっても成長するチャンスをくれてありがとうと思うことでパワーが湧いてきます。大阪府高槻市沢木内科糖尿病クリニック院長、ポジティブハッピードクターこと沢木秀明先生。僕の大好きな言葉は、早起きは三文の徳です。早く起きて一日のことをじっくり、将来のことをじっくりと考えて、みんなが楽しく幸せに生きれる方法を考えるのが大好きです。千葉県白井市北総白井病院救急総合診療医沖和忠先生。僕の好きな言葉は行動です。まずは何でもやってみる。たとえ、できるかできないかは問題ではなく、失敗したとしてもそれを前向きに捉えていくようにしています。そしてクイズの回答者は、今週は特技を教えてもらいたいと思います。では星河くん。僕の得意なことは走ることです。学校でも2周走っています。そして本日俊くんがお休みのためピンチヒッターです。七夕協会織姫ユニット2019の藤巻葵さんです。よろしくお願いします。私の特技は四つ葉のクローバーを早く見つけることと、スケートリンクを片足でずっと回れることです。よろしくお願いします。星河くん、葵さん、頑張ってください。はい。それでは問題です。糖尿病の治療で甘いおやつを食べた方がいい時もある。星河くん、葵さん、答えをどうぞ。甘いのがダメなんだよ。よし、決めた。決めた。よし、じゃあせーの出そう。せーの、バツ。なんでバツだと思ったの？僕は糖尿病が分かんないので、ちょっと勘で当ててみました。では沢木先生、回答をお願いいたします。はい、答えは丸です。糖尿病っていうのは血の中の糖分がたくさんあるという病気なんですけれども、普通は上手に高くないように低くないように調節できるんですが、それが難しい人たちがいます。その人たちの治療に飲み薬を使ったりインスリンというものを使ったりすることがあるんです。そしてその薬がとっても効きすぎますと低血糖といって、血の中の糖が下がってしまってしんどい状態にお友達になってしまうんです。低血糖の症状というのがある子にはお菓子やお砂糖を勧めてあげてください。低血糖の症状の覚え方はハヒフヘホってよく言います。ハヒフヘホ、腹が減り、冷や汗、震えが低血糖、変にドキドキ、放置が昏睡ということを気をつけてください。続いての問題です。風邪やインフルエンザはマスクで予防できる。星河くん、葵さん、答えをどうぞ。私はね、絶対にそれだけでは無理だと思うんだよね。決めた。決めた。よし、じゃあ
せーの、丸。なんでセイガ君はそう思ったの？マスクしてれば菌が飛んでこないかと思って。では沖先生、回答をお願いいたします。答えは×です。やったー、間違えちゃった。マスクだけだと予防ができないと言われています。それにマスクに手洗い、そして部屋の換気ですね、それを組み合わせることによって予防ができると言われています。あとはですね、うがいに関してもなんですけども、うがいをするとすごくいいって言われてるんですけども、普通の風邪はですね、うがいで予防ができると言われてるんですが、実はインフルエンザに関してはちょっとわからないというのが正確な答えです。どれぐらいの目安だったらワクチン打つとか打たないとか、先生が決めてることとかあります？実はワクチンに関しては発熱はガイドラインというのがありまして、日本では37度5分以上であれば、まあ、今回のワクチンを見送るというふうにはなっているんですね。37度5分っていうと、実はお風呂に入っていい基準にもなってきまして、はい、37度5分以上ある時にお風呂に入るとこう体調が悪くなってしまう可能性が13倍上がるっていう。13倍、すごい。そんなに。なんで、そうですね、よく風邪ひくと熱があったらお風呂やめてくださいっていうのは確かにその通りで、で37度5分っていうのがちょうど今奥先生がおっしゃったのが同じになりまして、つながりますね。そうですね、つながったなっていうのがあります。はい、今日も楽しく勉強できましたね。勉強したことを忘れないでちゃんと実践していこうね。次週も楽しく勉強したいと思います。ではまた来週のクイズもお楽しみに。未来をつくる子どもクリニック。ねえお母さん、これ見てくれる？あーごめん、後にしてくれる？お母さんちょっと今忙しい。みくちゃんもさくらちゃんもどうしたの？いつものこんにちはの元気がないぞ。あんまり私の話聞いてくれない。そっか。じゃあそんな時はお母さんにどうしたの、疲れてるなって優しくしてあげようか。お母さんも仕事で疲れてるかもしれないけど、みくちゃん、さくらちゃんがいつも笑顔でいてくれたら絶対元気になると思うな。バイバイ。ミッションは笑顔で安心して出産や子育てができる社会を作ること。有明子どもクリニック。今って子育てが本当に孤立しがちな世の中だと思うんですけれども、自分の好きな言葉に、子育てには村が必要っていう言葉がアフリカの古いことわざなんですけれどもあるんですけど、やっぱりその誰かがしんどい時は誰かがサポートして村で子育てをしていこうと、そうしないと子どもたちっていうのはすくすく育たないですよっていうのを昔から言われていて、やっぱりそういう言葉に今こそまた立ち返る時代かなと思ってまして、社会が全体で子育てしてるんだっていうメッセージをしっかり伝えていくこと、自分たちもやっていて、今 LINE のチャットで相談を受けたりもしてるんですけれども、むしろ今のお母さんたちって LINE のチャットだから本音が言えましたとか、やっぱり医療もそういう今当たり前になってるコミュニケーションツールを医療のコミュニケーションの中に取り入れていくっていうのは非常に大事だと思いますし、インターネットって本当に諸刃の剣で、いい面悪い面あるんですけれども、やはりこういい面をしっかり伸ばしながら医療や子育て支援というところに生かしていけたらいいなというふうに思ってます。最後に橋本先生が今の子どもたちに伝えたいメッセージって？自分の可能性をずっと信じてほしいなっていうのはすごく思います。そのためにはやっぱり自分が一番熱中できるものを見つける、なんかどうせ自分なんてみたいなもので過ごすんじゃなくて、自分の好きを生かしながら、そして自分で自分をずっと信じ抜くっていうことですね。それをやり続けてほしいなと思いますし、誰にでも一つはそういうものって絶対あると思うんですよね。なのでそれを見つけるまではしっかりいろんなことをトライしてほしいですし、見つけたらそこをやり抜いてほしいなっていうふうにすごく思います。これからのね、橋本直也先生のご活躍を応援しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。未来をつくる子どもクリニック。
先生は耳鼻喉の先生です。先生のお父さんが内科の先生で、そのお父さんの働く姿を見て私も医者になろうと思いました。一緒に働くスタッフがとても優秀で、患者さんのためにすごい頑張って働いてくれてます。それが僕の自慢です。耳や鼻や喉をなるべくカメラで患者さんに詳しくお見せして、納得して説明して、見ることを心がけています。大切にしています。もうダメだと思った時が仕事の始まり。もうダメだと思った時っていうのは人間のまだ限界ではなくて、それからさらに人間の能力っていうのは発揮できてるとできると思うので、この言葉を大切にしています。よく食べて、よく寝て、よく遊んで、あとはうがいと手洗い、これは忘れずにやってください。よく勉強して、あといろんな人といろんな動物と接して優しい心を持ってください。医療現場など幅広い場所で実践されているドラッカー5つの質問。1、我々の使命は何か。2、我々の顧客は誰か。3、顧客にとっての価値は何か。4、我々の成果は何か。5、我々の計画は何か。そのいくつかの質問について先生にも聞いてみました。病気を治すプラスおもてなしの心、気持ちのいい医院を作ることです。一緒に働くスタッフが少なくとも3年は一緒に働いてもらって、もうどこに行っても通用する人材になってほしいと思ってて、それが私の成果です。これから日本の人口も減って、子供も減ってきます。その分皆さんの能力にはすごい期待をしています。頑張ってください。未来をつくる子どもクリニック。今日もためになるお話たくさん聞けたね。マスクをしてるだけじゃ風邪になるなんて知らなかったね。本当知らなかったね。手洗いうがい大切ですね、お姉さん。はい、頑張ります。それでは来週も未来をつくる子どもクリニック。時代がいつかきっと